皆さん、こんにちは。ジャイアントキリングを決め、日本中が歓喜に沸いた日本対ドイツ戦。感動シーンの中にある選手の行動が、試合後波紋を呼んでいます。その選手はドイツ代表ディフェンス、アントニオ・ルディガー選手です。試合中に行っていた気功ステップは日本内だけでなく、海外からも批判の的になっています。今回はその問題となった気功ステップの真相について紹介していきます。はじめにルディガー選手の経歴を紹介します。名前、アントニオ・ルディガー。生年月日、1993年3月3日国籍、ドイツ&シエラレオネ。チーム、チェルシー。背番号2。身長、190cm。体重、85kg。利き足、右。ポジション、ディフェンダー。国籍はドイツとシエラレオネ、2つを有していて二重国籍となっています。ちなみにシエラレオネという国はアフリカ大陸の西部に位置します。首都フリータウン以外は森林地帯が広がっていて、経済規模に関しては世界水準を大きく下回る国のようです。ルディガー選手の母親がシエラレオネ国籍なのだそうです。背番号についてはチェルシーで2番を背負い、ドイツ代表でも同じく2番となっています。体格については身長と体重ともにサイズが大きく、センターバック向きと言えます。今回の日本対ドイツ戦でも、日本代表フォワード浅野拓磨選手とのマッチアップした際、通常より太ももを高く上げて走る特徴的なステップを見せたドイツ代表アントニオ・ルディガー選手に様々な反応がありました。突然走り方を変えたことに、 SNS では一回浅野さんを煽ってたから、油断したところを仕留めたという形かな。ルディガースキップみたいな走り方して笑ってたよね、などの声が上がりました。ルディガー選手の走り方を煽りと捉えているファンもいるようです。またアベマで解説を担当していた元日本代表フォワード本田圭佑選手は、ルディガー選手の特徴的なステップに、今のはちょっと性格悪い、バカにしたような走り方とコメントを残していました。しかしルディガーの走り方は本気で走る時に出るから、浅野のスピードは脅威やったんやな、やバカにしたプレーとは思わない、などのコメントも見られました。いつもではないですが、確かにルディガー選手は今回のように太ももを高く上げて走ることがあります。一方、かつてリバプールやバイエルン・ミュンヘンなどでプレーした元ドイツ代表ミッドフィルダーディートマ・ハマン氏がルディガーを痛烈に批判しました。とてもアンプロフェッショナルだ、普通ではない、ただの傲慢だ、彼は笑われている、今一チームだけ笑われている、試合でのスプリントは相手をリスペクトすること、相手をリスペクトするんだ、彼はそれをしなかった、それについては説明できないし言い訳もない、というコメントを残しています。一方、ルディガー選手を擁護する声も出ています。オランダメディアフットボールインターナショナルは、ルディガーの狂ったスプリントはおそらく侮辱したわけではないと見出しを打ち、ルディガーの振る舞いは本当に侮辱する意図があったとは思えない。チェルシーに在籍していた際、入荷する戦で過去に同じことを見せていたことがあったと説明しています。またアルゼンチンメディアバルスキースポーツは公式ツイッターで、数ヶ月前彼自身は試合であのようなクレイジーな振る舞いをする理由を明かしていた。それはスタジアムの観客があまりに静かだからということだ、と投稿しており、ルディガー選手の気功は対戦相手の選手に向けられたものではなく、テンションが落ち始めていた観客を沸かせるための目的であると言及していました。ルディガー選手はピッチ内外で非常に明るい人柄であることは有名な話ですが、余裕を見せつけるようなステップの直後に2失点の逆転負けを喫していることもあり、心象の悪い結末となってしまいました。しかし過去のインタビューでルディガー選手は以下のような発言もしています。私は対戦相手との心理戦やトラッシュトークが大好きですし、それが必要です。
私は対戦相手を分析するのが好きで、よし、ちょっと挑発してやったらどんな反応をするかなと考えるんです。でも最初から誰かを狙って挑発しているわけではないんです。それは自然にやってることなんでね、と答えていました。ですので浅野選手にした桃上げ走りは浅野選手の出方を伺った行動だと思います。そんなリュディガー選手の気候ステップには隠せれた凄さもあります。それはスピードです。速さを裏付けるデータをオプタツイッター英語版が公開しました。29歳のリュディガー選手はブライトン戦で時速 36.7km を記録しました。これはリバプールでプレーするフォワードサラー選手、 FC バルセロナのフォワードアダマ・トラオレ選手の時速 36.6km を抑え、今季のプレミアリーグ最高速度だと言われています。以下にリバプールのディフェンス、イブラヒム・コナテ選手、時速 36.2km、 ウェストハムのフォワードオリー・ワトキンス選手と、レスターシティのフォワードパトソンダカ選手、共に時速 36.1km で続いています。プレミア最速のリュディガー選手は今季限りでチェルシーと契約満了を迎えるため去就が注目されており、すでに来季のユベントス加入で個人合意に達したとの報道も出ているようです。こういった情報を見るとやはり煽り行為ではなく、そういった走り方で速度を上げたという方が正しいようですね。実際に試合中に見せた際は浅野選手とボールを追っていた状況でもありました。ドイツメディアシュポルトも23日付の記事で騒動に言及し、彼のスプリントの秘密を知っていますと伝えていました。リュディガー選手は過去にもこの走りを実践しており、シュポルトの当時のインタビューに、僕はその方が速いと思ってやっている、もしみんなが面白いと思ってくれたら一緒に笑いたいと話していました。最もエンターテイナーだとも自負しており、チェルシー在籍時のニューカッスル戦で披露した際は、正直に言うとあの試合ではスタジアムが静かすぎたのでわざと悪ふざけをした、みんなを目覚めさせたかったと語っていました。過去にスペインリーグでリュディガー選手と対戦したことのある久保建英選手と柴崎岳選手は、過去に対戦した際もあの走りをしていたので僕たちは全然煽り行為とは思いませんでしたよ、リュディガー選手があの走りをするときは本気の時だから自分たちも気合を入れないと、このまま突き放されるぞと感じました。むしろあの走りを見せたおかげで日本代表選手は一層気合が入り、ドイツに勝利できたのかもしれませんね。ドイツメディアや本人が語っているように全く悪意はなさそうです。受けて次第では煽り行為になりかねない行動ですが、日本代表相手に本気になったのは確かなようです。日本代表選手もドイツ代表選手もまだまだ試合が残っていますので、今後の試合から目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。